ブッシュロン、メック、クロノグラフ、デイト。今回ご紹介するのはブッシュロンのメッククロノグラフです。ハイスタンダードの時計製造技術と上質なジュエリー技巧を兼ね備えた個性的な MECU ウォッチシリーズ。本品は丸みを帯びた塗装型ケースにメカニカルムーブメントを搭載した同社初となるクロノグラフモデルです。文字盤はクレドパリ模様が施された美しいブラックカラー。全数字にエッジの際立つペンシルハンドの組み合わせ。インダイヤルは9時1に30分積算系、6時1に12時間積算系、3時1に永久秒針と必要な機能が盛り込まれたオーセンティックな3カウンター。4時1にはレイトが配され、実用性とデザイン性に優れた風貌です。 SS ケースは独特なフォルム、ねじ込み式リューズに裏蓋はスケルトンバック仕様です。ベルトは両開きの専用ブレスを装着しています。プライベートにはもちろんビジネスシーンでもお使いいただけるブッシュロンの一品です。ブッシュロン、1858年創立のブッシュロン、宝飾ブランドジュエラーとして160年の歴史を通し、最高品質の素材を使った常に斬新なデザインの製品を提供してきました。ジュエラーの情熱とスイス伝統の時計作りの融和の中から、大胆でしかも優雅な時計を創造しています。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのリューズはねじ込み式です。リューズを左回し、反時計回りに回すと締め込みが解除されます。締め込みを解除すると、そこが手巻きのポジションです。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを解除後、1段引いて回すとデイトがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。タック秒針停止機能付きです。押し込みながら右回り、時計回りに回すと締め込まれます。ネジを締め込む要領です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。